こんにちは、シュです。今回は悠々白書の情報来たんで、それについて喋っていこうかなと思います。で、今日あれだね。46時間テレビあるんだよ。なんで、できるだけね、見たいんだよね。で、まず詳細から見ていこうか。で、私、悠々白書全くわかんないんだよね。なんで、星6の名前だけ覚えてきた。なんで、名前だけ合ってると思います。で、まず、この子だね。ゆうすけ。普通に強いと思う。7コンボ強化2つで無効貫通、バインドも効きませんで。スキルがめっちゃ強いね。自分以外の味方スキル一旦溜まる全ドロップロック解除し水と光ドロップに変化二色陣で、それプラスロック解除っていうのでかいし、普通にリーダーとして使ってもめちゃめちゃ強いと思うけど、周回としてもね、このロック邪魔な時とかすごい全然ありなんじゃないかなと思う。で、リーダースキルが光属性の全パラ 1.5倍、7コンボ以上4倍、光水の同時攻撃 2.5倍。リーダースキルも普通に強い。全パラ 1.5 倍だし、裏闘技場も勝てんじゃないかなと思う。多分実装されたら一応挑戦します。裏闘技場軽減はねないんだけど、まあ軽減の代わりに全パラ 1.5 倍もあるし、本当に強いと思う。今回星6でなんか一番当たりなんじゃないかなっていうのを個人的に思ってます。はい、で次これヒエかな。そう、さっきも言ったけど名前だけねちゃんと覚えてきたんだよ。この子は 2way、 2way ね今の時代ちょっとあれかなっていう部分あるから、そんなにこの子は押してないんだけど、でスキルが一旦の間闇属性攻撃3倍、ランダムで闇ドロップ9個生成、闇の2コンボ差2倍、3コンボ3�倍、6コンボ軽減攻撃4倍。こういう同じ色をね何コンボ以上みたいなリーダーでそんなに流行ってるモンスターが思いつかないんだよね。もうヨグソトースぐらいかな。このヨグソトースだと光の2コンボ何倍みたいな感じでよく使われてんだけど、それ以外だとね、あのちょっと前だとエスカマリ、あれも闇の2コンボでなんとかで倍率伝でよ何コンボ以上みたいな、あれも使われないし、最近だと大国覚醒か転生か忘れたけど、大国も確か闇の何コンボ以上軽減みたいな。だからちょっと大国と似てるってわけじゃないけど、まあ大国はねまだ実装されてすぐだから、まあ流行ってない流行ってるのはなんか区別はよくできないんだけど、多分使われないんじゃないかな。で普通の盤面だと厳しいと思うんだよ。するなら 7×6?ただこの 7×6 と合うのディアブロか、あのキングブラッドレーかな、ハガレンコラボの。まあでもそこまでして使う必要はないのかなっていう感じがある。まあ使えなくはないと思うんだけど、まあそこまでする必要ないんじゃないかなっていう点で、ちょっと私の中ではあんまりかな。でライゼン、こいつなんだこいつ。まあ追撃はあっていいと思う。追撃はあっていいし、このロック解除のスキルが未だになんかそんなにいいなと思えないんだよ。確か 1.5 倍かな、1.5倍で何点何倍か分かんないけど、だからちょっと分かんねえなこいつは。ただターン数がめっちゃ短いね。飯食わせろ。この子なんだろう、すごい飯に飢えてんのかな、トリコみたいな感じ。左端一列を回復に変化。あーでもすごいスキル優秀だね。ただ HP1 になっちゃうのか。でもリーダースキルとかみ合ってんね。 HP1 になんの。光属性の攻撃3倍、 HP50% 以下2倍、光を5個以上つなげて消すと3倍。これね、スキルが敵全体だったらすごいなんか周回とかなんかポチポチで活躍あったかなと思うけど、私的に HP 制限あるリーダーってあんまりちょっとあってなっちゃうんだよね。でそれプラス何パー以上ならまだいいんだけど、何パー以下っていうので結構使うの難しいんじゃないかなと思う。これで思い出したのが筋肉マンだね。いやーでも倍率はすごい出んのか。いやでもこれも使わないかな、なんか文句しか言ってねえな。使わないかなっていう気がする。難しいんだよね多分使うの。倍率としては何倍まで出んだ。18倍か。まあ、倍率は確かにすごい。18倍出んだけど、すごい使いづらそうだな。初見向きでは明らかにないし、裏闘技場も、まあ、闘技場3なら普通に勝てると思うけど、ちょっとこれも私の中で微妙っす。はい。で、次これか。ミノル。ミノルが、いやミノルってこれ合ってんのかな。ミノルがバインド効かなくて7コンボ強化2つガードブレイク。これ普通に覚醒優秀だよね。覚醒がめちゃめちゃ優秀だと思う。でリーダースキルが落ち込んなし、攻撃全パラ 1.5 倍、5コンボ以上上昇最大12。これ多分あれかな、クシナダのタイプ違いかな。クシナダが確か回復かな。でお正月クシナダかなんかが神タイプが対象で、多分リーダースキル的にはタイプの色違い、色タイプ違いだと思う。スキルが2ターンの間落ち込んなくなる、ランダムで闇ドロップを6個生成、
まあ、クシナダと違うところは覚醒だよね。なんかこっちのミノルはさ攻撃すげえ慣れ慣れしな。ミノルはなんか攻撃的だよね。ガードブレイクもあって7コンボ強化で、クシナダはどっちかっていうと防御よりかな。指あって、あ、こいつも指あんのか。指あって列回復できて回復の泥球あるみたいな。なんでこっちは攻撃的だけど、なんかサブの自由度で言ってもクシナダの方が強いんじゃないかなと思う。回復のクシナダだとイデアル入るし、そうだよね、イデアルがでかいよね。攻撃タイプでなんかぶっ飛んでるキャラってもしかしてここのコラボでいるかな。そんなにいないと思うんだよね。まあ別にクシナダと比べる必要ないのかもしれないけど、なんかリーダースキルが似てるから比べちゃうな。はい、でこれだね、覚醒。この子だけ唯一覚醒、究極覚醒進化してんのかな。うん、で確かこれ進化前だと威圧なんだよね、スキルが。まあ、なんで進化前だと継承できますよみたいな、継承いい感じみたいな、そんな感じで。覚醒がめっちゃ優秀だね、この子。クラマだっけ、クラマ。チームの HP2 つに、で、これ指が操作延長プラスかな。だから実質指2つにスキル1個でめちゃめちゃ強いと思う。ただ、列っていうのがね、ちょっと、あれかなと思う。今の時代、これをフルで活かしたいなら列場に入れるじゃないですか。入れんのが一番ベストだと思うけど、列でね、そんなにおっていう場面がないんだよね。うん、最近私楓よく使ってたんだけど、まあ、楓のサブにもありっちゃありだと思う。っていうかキパのサブに何でもありっちゃありだと思う。ただ今例で楓あげたけど、楓のサブにこの子入れたらすごい指もあるし HP もアップするしいいと思うんだけど、なんか木の列がねちょっと2つだけもったいない感出るよね。まあ、強いんだけどちょっともったいない感出るかなっていう感じがある。スキルが火を邪魔、毒を、キー変化、2ターン遅らせる、普通に優秀で、リーダースキルが HP を50倍以上、攻撃4倍、回復の4に攻撃し、回復3倍、火を6個以上つなげて消すと軽減、攻撃3倍。これ最初ね、倍率だけ見て 4×3×3 で、うわ、すげえ、めっちゃ倍率出んじゃんと思ったけど、これ回復の4つ消しで回復力が3倍なんだね。だから倍率としては4倍、3倍の12倍の12の12の144かな。これもあれだね、HP 制限かな。なんか、リーダーとしても全然使えると思うけど、サブかな。正直サブ性能が高いんじゃないかな今回。いや高いって言ってもこれぐらいかな。クラマこの子は本当に強いと思う。サブとして欲しいなっていう感じで、やっぱリーダーとしては一番これだね。このなんとかなんだっけ、裏飯ユウスケ、裏飯ユウスケ分かんないけど、この子は当てます。で今回なんとあれなんだよね、なんか交換、これかな。いや違うな、交換があるみたい。びっくりしたよね、初めてだよね。ちょっと見ようか、どこだ。あった、モンスター交換所。なんかモンストのラックの交換みたいだよね。ちょ、モンストやってない人わかんないんでごめんなさい。うん。で、これ最初見たとき、この、裏飯ユースケ交換するのに、うわ、すげえ、めっちゃいいじゃんと思って。青オーディン1体でいいんだと思ったんだけど、これ4体なんだね、4体。今ちょっと下に行くと、ほら、裏飯ユースケ交換条件以下20種類のうち4体と交換。まあ、さすがに1体は甘くないよね。まあ、交換できちゃうからね。いや4体なんだ。でこれ交換に必要なモンスターは全て進化前となりなすなんですよ。進化前ってなんで、これ別に進化後でもよくない？間違ってっていうか進化させちゃっていらないなと思った時にできないってことだよね。例えば赤オーディンとか進化させても使わないから交換したいなと思っても進化後だから、これなんで、ここはよくわかんないよね。なんで進化前のみ対象なんだろう。全然進化後でもいいと思う。いやでこれ結構条件が厳しいなっていう意見もあると思うんだけど、ないよりはマシなんじゃないかなっていう、ちょっとポジティブな意見でいきたい。そう、かぶった時に、今までだったらかぶったら何もできなかったけど今回だと交換できるっていう、ちょっとポジティブに捉えましょう。うん、それがいいと思う。でこのホノピーとかも交換できるなみたいなんだけど、これ水の心プーとさ、木の心プーって何なのかな。なんかよくわかんないですよねそれ。なんかプーはいるみたいなの聞いたけど、なんだろう、水の心とかそういうのがよくわかんない。あ、これだよね。これの水の心とか木の心がドロップするってことでいいのかな。はい、ちょっとそこはあんまわかんないけど、なんか卵で落ちるみたいなツイッターで見たな。うん、なんで一番のあたりはこの裏飯ユースケなんじゃないかな、リーダーとして。でサブとしてならこれだね、クラマ。コラボでね究極覚醒してんのってほとんどいないよね。ブリーチコラボの黒崎いちごと、あともう来ないのか分かんない、なんだっけあれ、なんだっけあの子、あのあれ名前出てんの、これね、火属性と光属性の剣心だ、日村剣心。
あれぐらいなんじゃないかな。なんか他にもいた気もするけど思い出せないな。ほとんどいないんですよ。はい、ということで私はこの裏飯ゆうすけ狙っていきたいなと思います。バイバイ。